今日は福島から10年ということで、こうきくんにお越しいただいてます。じゃあこうきくんの方からお話をお願いします。そうですね、今18歳で今年の3月に高校を卒業しました。福島県在住の吉田こうきです。映画では神事役を務めさせていただきました。で、今から10年前の震災当時は8歳で、その時はで小学校2年生がもうすぐ終わるっていう時期で、その震災地震が起こった時は学童クラブっていう、なんて言うんでしょう、小学生が家にちょっと共働きの方とかが家に帰れない代わりに、その学校の近くの施設みたいなところに、その小学生たちが集まってワイワイする学童クラブっていうところに行ってたんですけど、その時にちょうど地震が起きて、で本当に、なんて言うんでしょう、まあ、小学生って、まあ、いい意味でも悪い意味でもちょっとやんちゃなところがあって、まあ、女子とかはやっぱりすっごい怖くて泣いてる人もやっぱいたりとか、まあ、男子ではなんて言うんでしょう、すごい、あの時の地震って想像以上にでかかったので、地震って捉えられないぐらい本当に大きくて、なんかジェットコースターみたいだみたいな、本当にそう、不謹慎ですけど、そう言ってる人も中にはやっぱいて、で、まあ、その揺れが長く、結構長く続いて、まあ、長く続いてると本当になんかジェットコースターだって言ってる人たちの表情もすごい青ざめてて、僕自身もなんか一生懸命机の下に隠れてた記憶があるんですけど、まあ、少ししてから、まあ、やっと親とも連絡がつながって、まあ、当時は LINE っていうのがなかったので、まあ、なんとか電話でつながったら親が迎え来てくれて、実家に家族全員で集まったんですけど、その実家に行くまでの途中の道も、車で送ってもらってたんですけど、進んでった先が電柱倒れてて通れない道とかがあったりとかして、うん、すごい、その本当に電柱倒れるのなんてもう震災の時に初めて見たし、それ以降で見たこともなかったので、すっごいそれが僕の中では印象的で、で実際に家に帰っても本当に、なんていうんですかね、テレビが倒れてたりとか、他の家具も結構倒れてたりとかして、で、まあ、うちは本当に半壊で済んだので良かったんですけど、沿岸部の方とかに行くとやっぱ津波で流されちゃったとか、そういうところもあったりとかして、まあ、その中では僕は結構比較的被害の、なんていうでしょう、大きさに関しては恵まれて、それでもライフラインがある程度止まっちゃって、あの時期結構寒かった記憶があるんですけど、水道が止まっちゃったから水をもらいに行かないといけなくて、すごい近くに大きい公園があるんですけど、自衛隊の方が来ていただいて、そこに、まあ、家族、まあ、僕と母2人で一緒になんか大きいタンクみたいなの持ってって、寒い中すっごい行列できて、まあ、一人一人水を配られるっていう生活をしたりとかして、でその地震があってから数日後にその原発が爆発したと思うんですけど、小学校の時にその原発が爆発したっていうことを伝えられたのかわからないんですけど、正直あの状況って大人でも、なんて言うんでしょう、詳細に理解してる人ってなかなか多分いなくて、僕の両親も、なんて言うんでしょう、まあ、僕がちっちゃかったからこそ理解力がなかったっていうのもあるし、親もうまくその状況が把握できてなかったっていうのもあって、まあ、本当にその、まあ、コロナと似た状況で、とりあえず家から出ちゃダメみたいな期間が結構長く続いたので、小学生で結構外で遊びたいっていう思いがあるのに、なんで外出れないんだろうっていう、なんか本当によくわからない状況がずっと続いて、で結局学校行けたと思ったら、今のコロナよりすっごいひどくて、コロナの時はマスクは絶対着用みたいな感じだと思うんですけど、それ以外にも半袖なんか絶対ダメで、長袖を
絶対着ないといけないのと、あと窓も完全に閉めないといけなくて、でそれがかなり長く続いて、夏の時期とかもすっごい暑いんですけど、その時でも長袖とか窓閉めないといけないっていう状況が続いちゃってて、で僕の一個上の先輩がその小学校でも部活が一応あったので、まあ、部活中室内の部活なんですけど窓閉め切った状態での練習だったからすごい辛かったっていうのは聞いてて、で僕はそういう体験を、まあ、避難したっていうのもあってそういう体験はしなかったんですけど、そうですね、まあ、震災があってから母もすごい放射線に対して意識するようになって避難を2回したんですけど、1回目は群馬県の前橋市っていうところに避難して、それは半年間だけ行ってすぐ戻ってきたんですけど、2回目が岡山県に避難して、ちょうどその岡山県に避難してる時にレナさんとつながってこの貞子の鶴の撮影に参加させていただいたっていう感じなんですけど、その岡山の避難の時にすっごい自分の中ではなんて言うんでしょう、なんて言うんでしょう、震災っぽい体験をしたというか、そこで、まあ、いわゆるいじめっていうのに初めて会ったりとかして、なんかなんて言うんでしょう、本当に、まあ、僕自身もその時知識があんまりなかったっていうのもあって詳しく説明できないから、なんか放射線福島って放射線のところだよねみたいなこと言われて、そうだよって言ったら、なんか放射線映るから近づくなよみたいなことを実際に言われて、でも今よくよく考えると放射線ってそんな感染病みたいに人から人に伝染するものでもないし、なんかそれをすごい悪口で言われたのがショックだし、言い返せない自分がいて、すなんて言うんでしょう、本当に学校行くのも嫌な日がずっと続いたり、それ以外もなんて言うんでしょう、蹴られたりとか、なんかずっと仲良くしてたと思った友達からなんか急にお前お金をよこせよみたいな、すごいお金強要されたりとか、なんかすっごいそこでなんかなんて言うんでしょう、福島に住んでることがいけないことなのかなって思ったりとか、なんでこんな状態で学校行かないといけないんだろうとか、なんかもう明日来てほしくないみたいな日がずっと続いたりとかしてて、あとそれは友達だけの関係だったらまだ良かったんですけど、中学校1年生の終わり頃の 3.11 に、まあ、その福島県以外全国各地でも一応その日って黙祷をニュースとか学校でもやってくれてるとは思うんですけど、当時僕は、まあ、黙祷やらないんですかって先生に尋ねた時に、まあ、やらないって即答されて、理由を聞いた時に、まあ、その日が球技大会だったんですけど、なんか球技大会があるからできないみたいなことを言われて、で当時は僕自身なんかすごい言い返せずになんか泣きながら帰って、ちょっと時間遅れはしたんですけど、一人で部屋で黙祷してた記憶があるんですけど、なんか今考えたらすごいおかしな話だなと思って、大勢の方の命とそういう一時の遊びっていうか球技とを天秤にかけた時にその遊びが勝っちゃったんだって最近思って、なんか本当に今思えばおかしな話だなとは思うんですけど、でもそこのなんていろいろ嫌な体験した嫌なことを体験したっていうのが今の活動にすごいつながってる部分があって、なんか福島をけなされてから福島の良さに初めて気づかされたっていうか、福島に住んでることをもうちょっとアピールしたいっていう気持ちがそこで初めて芽生え始めて、でそこから高校に上がった時にたまたまいろいろ縁があってドイツに短期留学なんですけど行かせていただいて、まあ、そのドイツ行った先々で本当に
まあ、駅のホームで全く知らない人、外国人の方に話しかけて、今から福島の体験を英語でスピーチするから聞いてよみたいな、まあ、本当簡単な5分ぐらいの英語のスピーチなんですけど話したりとか、まあ、そういうことをいろいろ、そうですね、高校生の中ではやってきて、でもなんか伝えるだけじゃ足りないなっていうのを気づき始めて、もうちょっとなんか相手、なんて言うんでしょうね、もうちょっとオーディエンスを巻き込んでいろいろイベントやりたいなみたいなのを思って、実際に結構大変ではあったんですけど、一人でイベントを開催したりとかして、それこそ去年にオンラインで震災体験を僕ともう一人の高校生で伝えるっていうイベントをやった時に、人来るかすごい心配な部分もあったんですけど、やっぱ震災っていうテーマに興味がある方がすごい多かったのか、70人ぐらいの方が来ていただいたり、あと、まあ、ハッシュタグを使った一種のムーブメントみたいなのもやったら、すごい200名の方が参加していただいたりとかして、すごいなんかそういうのを経験していく中で、僕自身は震災をこれからどんどん発信して いかないといけないんだなって思ってて、そうですね、なんかすごい話がまとまんないんですけど、でもそういう活動していてもなんかどこか自分ごとにできていない自分がいて、福島に生まれて福島で生活してて震災を体験したから、まあ、だから被災者だってずっと思ってたんですけど、やっぱその津波とか沿岸部の方とかすごい津波の被害も大きかったり、それで仲良かった友達とか家族を失ったっていうことを経験している中で、僕はそんなまあ、恵まれたことなんですけど、友達なんか普通に全員生き残ったっていうか、まあ、津波も来てないので誰かを亡くすっていうこともなかったし、まあ、正直家も半壊で済んだから、引っ越せばまた新たな生活を送れるし、なんか特に困ったこともなくて、まあ、いじめはあったけどみたいな感じだったんですけど、で今年初めて実際に福島の沿岸部のまあ、瓦礫であったりとか、小学校の中入るとすっごい教科書が散乱してたりとかっていう様子を初めて見て、うん、すごい教科書、なんて言うでしょう、教室入ると時計が止まってたりとか、黒板に3月11日っていう日付が書いてあって、なんか本当に異世界に入ったみたいな感じで、そこだけ、そこの空間だけ時間が止まってるっていうか、なんて言うんでしょう、今までに感じたことないのない感覚がそこであって、なんかそういう景色を見て初めて自分が地震を体験した10年前と、テレビで見てた津波の映像と、で今回初めて見た景色っていうのが初めてそこでリンクして、まあだからなんて言うんでしょう、まあ、これからまた改めてこの10年っていうのをきっかけにして再スタートを切っていこうというところで、今回の何でしょう、上映会を迎えたっていう感じです。いや、すごいまとまんなくて申し訳ないんですけど、っていう経験をしてきました。まあ、今ちょうどメンターさんについてもらいながら事業を企画してて、まあ企画って言っても本当にまだそんな人前に話せるほど大きいものにはなってないんですけど、本当に5年とか10年のスパンにはなると思うんですけど、実行されるのは。それを今一生懸命話し合いながら徐々にという感じであります。起業するの？まあそういう形にはなると思います、本当に。どんな事業を企画してるの？すごいまとまってないので複雑になっちゃうと思うんですけど、僕きっかけが高校1年生の時にドイツに留学したんですけど、まあドイツってすごいエナさんも紹介で多分なんか書いてくれてた気がするんですけど、自然エネルギー
についてなんかどうたらこうたらみたいな僕のプロフィールに書いてあった気がして、そのドイツが自然エネルギーの先進国で、まあ、国としてすごい取り組みを強く推し進めてて、まあ、それこそ本当に小学生でも何かしらの形で結果的にあの自然エネルギーの貢献につながるような仕組みを国全体として行ってるっていうのを、まあ、町に行って実感してから、なんでしょう、それを福島に取り入れたいなって思って、まあ、福島がちょうど、なんでしょう、2040年だかまでに再生可能エネルギー 100% にするっていう目標を国として掲げていて、で、あと、福島ってすごい原発のイメージが強いからこそ、なんかその原発のイメージっていうのを、なんかそれを超えるような何か新しい強みを推し進めていきたいなって思ったときに、まあ、エネルギーつながりだったりとか、今すごいホットトピックである再生可能エネルギーを使って地方創生したいなってずっとその時から考えてて、ただその再生可能エネルギーっていうテーマ自体が何て言うでしょう、堅苦しいというか、どちらかというと福島の地方創生ってなると、例えばお米が美味しいから、そのお米、その震災があって風評被害があったりとかして食べれなかったけど、まあ、今お米安全だし美味しいからっていうので PR していくっていうところが多くて、だったらなんかお米とその再生可能エネルギーっていうのをいろいろ組み合わせたいなって考えてて、でバイデン事業とそのお米の農業っていうのを組み合わせた、プランを考えてて、バイデン事業の方に関しては、まあ、再生可能エネルギーを使って発電した電気を、まあ住民であったりとか企業さんに買っていただくんですよね。でその再生可能エネルギーって初期投資はかなりかかるんですけど、まあ、自然の資源を使ってるっていうのもあって、継続するのにはコストがかなり安く済むのと、それをどんどん継続していくことによって収益が生まれていくので、で、まあ、その収益とかも見越して電気代っていうのはかなり安くしておく。で、そうすると、まあ、例えばなんですけど、その電気代を払ったら電気代の一部が福島の復興の支援金になるよっていうシステムを作っておくと、別になんか震災のことを意識 してない人でも、ま、なんかやってみようかなっていう気になったりとかするなと思って、そうですね、電気代を払っていただいたら、そこの顧客に対してお米の商品を送るっていう、なんかいわゆる、なんて言うんでしょう、ふるさと納税みたいなシステムを作りたいなと思ってて、ふるさとのお金を払ったら、その返礼品として、なんか地元の特産品が届くみたいな形だと思うんですけど、そこにお米っていうのを組み込みたいなと思って、まあ、お米を入れたのは、まあ、いろんな理由があって、まあ、そもそも福島って結構お米に強かったりとか、あと結構人手不足がひどくて、かなり、まあ、福島だけではないと思うんですけど、結構農業の担い手っていうのは少なくなってる一方で、しかも福島ってそもそも人口沿岸部で、なんて言うんでしょう、震災があって戻ってこない人とかもいるので、その影響もあってかなり人手に困ってるっていうのもあって、まあ、だから顧客として電気の顧客の人が、じゃあ今日一日農業体験してみようっていうイベントを例えば開催したりとか、あとお米って有機米を使おうと思ってるんですけど、その有機米っていうのはなんて言うでしょう、なかなか売れないっていうのが、売れなくて廃棄しちゃうっていうのが現状としてあって、まあ、例えば値段が高いだったりとか、そもそも置いてる店が少ないっていうのもあったりとかして、で廃棄してるところが多くて困ってる農家さんが多いんですけど、まあ、その有機米を使うと農家さんとしても嬉しいし、顧客としてなんかいた人が農業に参加してくれると本当に農家にもメリットある。で住民としてはなんて言うんでしょう、そう、僕はなんかどちらかというと震災に対して興味を持ってもらうよりも、
持続的に震災に何か貢献していくような仕組みを作った方が結果的に震災に興味がある人が増えるなと思って、うん、まあ、それをバイデン事業の中で電気代を払うっていうところで震災に貢献するっていう仕組みを作りたいなと思って今いろいろ考えているところです。うん、今すごくいいお話だったなと思っていて、で、はい、ちょっとこれを見てもらいたいんだけど、今これが見えてるんだよね。これね、今度私が対談する自然エネルギーの会社の社長さんがやってる発電所なんだけど、お米の、水田の上を、発電所にしたりしてるんですよ。で、そうするとね、そうすると、お米の売り上げの13倍売電利益が入るんだって。で、今日言おうと思ってたんだ。まさにね、はい、その小山田社長さんっていう、小山田社長さんっていう方は、こうきくんがやりたいことをサポートしてくれる最高のパートナーになりそうだと思っていて、すごい、ありがたい。彼ね、日本で一番進んでるこの農業と自然エネルギーを合体させて、それを地方創生という意味でも小田原市を、産業として盛り上げようとかいうこともしていて、で、あとみんな電力ってあるじゃないですか。あ、はいはい、みんな電力のチャンネルでいろんな電力会社からこの自然エネルギーの紹介をしてるんだけど、そのチャンネルの最初の一番に出てきた方なんですよ。今度ね、4月17日は、その小山田社長さんが小田原でレストランやってて、自分たちで、農業も作ってエネルギーも自分たちで発電した、農家カフェシスターっていうところをやってて、で、そこで私の最初のママの約束の方の原発の映画のドキュメンタリーを上映してもらうんだけど、なんか小山田社長さんにとこうきくんがつながって、で、こう、はい、小山田社長さんが小田原でやったことをこうきくんがさ福島でやったらさ、いいかもしれないよね。いや、すごいありがたいです。やっぱりさ、こう自分がしていきたいことってさ、夢を具体的に発信していくっていうことがすごく大事で、困ってるっていうだけじゃなくって、その困ってるところからどこに行きたいんだみたいなことをちゃんと口に出してさ言っていくことで、じゃあこの部分サポートできるかなとか、アイデアだったり資金だったり場所だったり、そういったことが集まってくると思っていて、なので今日その話聞けたのすごく嬉しい。いや、本当に話してよかったですね。大丈夫です。やっぱり夢はね、人に言って、で、下に言うとさ、有言実行だっていうかさ、実現しないと自分がかっこ悪いからさ、自分が追い込まれるんだよね。私のいつものやつなんだけどね、いつも。でもこうきくんのその夢を応援したいので、こうきくん4月まで関東いるって言ってた？一応予定、理想の予定だと4月5月から予備校通いながら関東の方で一人暮らしする予定で、その予備校の入塾テストみたいなやつが2日3日あたりにあるって言われて、本当は4月の1日に帰る予定だったんですけど、それがあるんだったら4月の2日3日ぐらいまで残るかどうかっていうのを話してて、ただ宿を取ってなかったのでどうしようっていうのは今いろいろ、ちょっとそこは詳細は後で考えて、なんか、はい、この自然エネルギー視察を私することになってて、この小田原のね、それ一緒に行けたらいいなと思ったんで。映画を皆さん見ていただいたと思うんですけど、すごい映画の撮影している時と今でも福島に対する捉え方であったりとか、自分自身の考え方っていうのはかなり変わってきて、で、今実際こういう先ほどお話ししたようなバイデン事業と農業の組み合わせで起業したいっていう思いとかも出てきたので、すごい今すっごいいい方向にどん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 転がってきているので、なんて言うんでしょう、まあ、僕だけの力じゃ達成できるわけではないので、なんて言うんでしょう、すごいこうやってつながれた縁っていうのを大事にして、これからまた頑張っていきたいのでよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあじゅんさんも。はい、まあ、増山監督のね、映画の特徴として、まあ、僕も役者でいろんな映画出るけど、やっぱり映画終わったらもう次、映画終わったらもう次って、もうどんどん次々なのよ。でも、監督の素晴らしいところは、それを一つのムーブメントのきっかけとして、ずっとこう、継続してアクションを起こし続けてるってことだから、だからこの、まあ、貞子の鶴っていう映画も出させてもらって、で、みんながこう、成長する過程、そして、まあ、社会が変化する過程、その中で、毎年の貞子の鶴っていうのをね、こうやってなんか、どんどんみんなの意見を聞きながら、次のムーブメントを作っていけるっていうのをね、お手伝いできるのも、すごく、まあ、幸せです。なので、まあ多分この人、これからも毎年、この311の時やろうよって多分言うと思うので。全国で本当はやってほしいんで、そうそうそう、ご覧をいただいている皆様、ぜひ、8月6日と3月11日と、この映画を広めるのを、手伝ってもらえたら嬉しいです。うん、みんなとどんどんムーブメントを作っていきましょう。ね、かなえさん、A さん、そして野田梨沙さん、皆さんこれからもよろしくお願いします。実は次の映画の主役がじゅんさんなんですよ。はい、はい、今私アクション映画撮って、今度歴史、歴史ファンタジー映画で、すごいんですよ本当に。朝ドラ、連ドラの主演を務めた方が出たり、ハリウッド映画に出てる女優さんが出たり、もうすぐメインキャストも含めた発表ができると思うんですけど、で日々コツコツ、昨日も武術の稽古、ヒロインと一緒にしてたりとかで、ね、かなえさん、はい、やってるんですよ。で、まだまだな私ですけど、今度は国際映画で一緒に、ロシアの文化庁とも共同プロジェクトでやってまして、いい映画にしたいと思っています。で、私はおせっかいな人なんで、一回関わるとなんかずっと関わりたいなって思っていて、こうきくんがこう育っていくのも見ながらで、なんかもうお互い大きくなりながら、お互いのビジネスにも好影響を与え合うぐらいな感じになれたらいいなって思ってますし、本当にこういう機会が作れることを幸せに思ってます。豊かだよね。うん、なんかなので、増山監督の次の映画歳三の刀もぜひ応援していただいて、今日は皆さんご参加いただいてありがとうございました。ありがとう。かなえさんもありがとうございました。野田梨沙さんもありがとうございました。A さんもありがとうございました。ではでは、ご視聴いただいた皆さんありがとうございました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この放送は一般社団法人ユーラシア国際映画祭プログレスの提供でお届けしています。一般社団法人ユーラシア国際映画祭はいくつかの企画を計画しております。3月28日日野のふれあいの森ホールにて、三味線を演奏する、この貞子の歳三の刀に向けた三味線ユニット演奏会を行います。藤本流の大師範藤本雄輝先生、藤本秀輝先生の演奏もお聞きいただけます。また歳三の刀主演の淳アマントさんの、武術舞をご覧いただけます。ぜひお越しください。2500円、チケットはユーラシア映画祭ホームページよりお申し込みください。また4月20日に渋谷のユーロライブにて映画、ロシア映画叙情の上映、そして、この三味線ガールズの演奏会を行います。また、武術の舞もございます。映画歳三の刀進捗状況についてぜひお話を聞いていただけたらと思います。みんなが驚く朝ドラヒロイン、そしてハリウッド女優も出るということで大変盛り上がっております。ぜひお待ちしています。